とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、夜の学校を回っていきます。この前の生放送の時に聞いたんだけども、夜の学校は大概の必殺技が出るらしいのよ。で、どの必殺技が出るかっていうのがまだいまいち分かってないので、まあ新必殺技何が出るのか調べてみます。5周行くね。5周行けば、まあボス3種類ぐらいは出ると思うので、まあ行ってみましょう。行きまーす。登録。はい、では行くね。とりあえずこの道中、普通に敵と戦うところ、ここはね、まあ大体飛ばします。飛ばしていく。で、まあ最終の結果報告としてこれが出たよっていうのを言うね。多分ね、道中でも出るやつは出ると思うんだ。で、ボスでもこいつはこれが出るっていうのが分かればいいかな。まあとりあえず5周やってきましょう。今日は漆黒丸だ。1発目、ゴルゴーン。ゴルゴーンはね、爆食メダル出るからいいよね。昔は全然いらないボスだなと思ってたけど、この爆食のね、凄さを知った今はもうボスこいつだけでいい。9999出るんかい。9999しか出ないぞ。まあ今俺もね、爆食メダル装備してて、でもゴルゴーンの方が多分ね、上昇率高いんだよね。なのでこいつのね、爆食メダル欲しいんだ。まあ新必殺技はどうだ。出てないね。サイクロンだけか。1発目、出てません。次行きましょう。2回目のボスはワルーサーか。こいつ、あ、まあまあ武器は確かね、こいつめちゃくちゃ出たんだよね。武器はめちゃくちゃ出た。でも問題は新必殺技なんだ。新必殺技が出てくれないとあんまり意味ないんで、それを狙いたいところ。出るかな。でもなんだ、あれだね。思った、パーティーで仲間連れてくるより一人で行った方が楽だね。楽、自分にターゲット向くから確実に。なんでそれでガクトで、芸能人ガクトで行くと、そっちの方がね、なんか早い。じゃあチャンス。じゃあ、グランドオーダーアースブレイクは強いけど、やっぱね、最使用時間がね、結構長めなんだよね。結構長め。これが短かったらね、強いんだけど。さあ、何か出るか。お、なんか出た。いや、まあまあ、よし、武器は出たね。ボス武器は出ましたけども、必殺技は出てないな。次行きましょう。はい、次、おお、またゴルゴン。ラッキーだね。でもメダルが出て、さらにそのメダルが爆食じゃないとダメっていう、なかなかシビアだからね。よっしゃ、いくぜ。攻撃力を上げて一気に行こうと思ったけど、もうすでに十分か。999出るならもうそれ以上上げても意味ないからね。よーし、当てちゃった。さあ、出ないね、本当に。今回は出るか。よし、あと3発ぐらいで倒せそうだね。いっけー。あー、ステータス減ってる減ってる。まあいいや、あと2回。よっしゃ、出るか。出た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 。ゴルゴーンも出たし、
ほら、グランドオーダーアースブレイク出た。あ、まあゴルゴーン爪痕大外れです。アースブレイク、ゴルゴーンで出るね。4回目、お、ゴリマッチョ。いいね。これ、ラストがナイトメアだったら、全員と戦ったことになるね。あ、いた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 、クンスタなった。クンスタなっちゃったよ。オッケーオッケーオッケー、でもいい。でね、あれだ、3人組んできた方がいい。そっちの方が、あの、経験値が入る。うん、パーティーに入ってるやつらの経験値が美味しいから、パーティーは組んだらいいね。まだ俺レベルマックスじゃないから。お、もしや、もう2人とも倒しちゃった？倒しちゃったの？あ、まだ残ってる。1匹目何も出なかった。2匹目はどうだい？なんか出そうにない気がするけども、あ、やっぱり出ないか。よし、まあゴリマッチョからは何も出ず、まあ次に期待だね。行ってみよう。それでは5回目、あ、5回目もゴリマッチョか。今回ナイトメアは出てこなかったね。さあゴリマッチョサクッといっちゃいましょう。いくよ。軽くやっぱ9999出るね。軽く出る。こうなってくると芸能人ガットのスキルはほぼいらなくなるよね。もう別スキルで全然いいっていうことになるかな。よっしゃ。でもまあ強い敵に関しては、まあ、まだカウントダメージ出せないんで、こいつと戦うときにはやっぱりね、芸能人ガットは役に立ちます。どうだ、2体ともいったな。何も出てない。何も出なかったね。はい、ということで今日はね、夜の学校を5周回ってみました。で、新必殺技がね、どれぐらい出るのかなって思って、ちょっと調査だったんだけども、道中で新必殺技は、1個も出なかったです。5周行って、ボスまでの道中は1個も出ない。猫エンドとか、あとワイルドアクト、あと黄昏乱れ打ち、そのあたりは結構出たのよ。あと無重力ハンドもよう出たな。は出た。で、ボスからも、今日はゴルゴーンからグランドオーダーアースブレイクが出ただけだったね。他は全く出ませんでした。でもまあ、あとナイトメアレディもいるし、ボスともね何回か戦うとポロッと出ることもあるので、まあちょっともうちょっと調査してみます。今日のところはゴルゴーンのグランドオーダーアースブレイク、それだけしか出ませんでした。こんな感じでしたね。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして LINE もやってます。公式 LINE だね。携帯を持ってる人は友達登録よろしくお願いします。実写動画も、そして妖怪学園の動画も上げております。お願いしますね。ではご視聴ありがとうございました。そいや。